はい、どうもこんにちは、ピアソンです。今回ですけども、強化された悪魔オルフェウス使って遊んでいこうかなと思います。さあ、このキャラクターもね、もうほぼ全ての能力と言っていいほど強化が入ったんで遊んでいきましょう。まずはこのカラス、速っ。こうね、カラスが飛んでいくスピードも上がって、でカラスをなんかその長押しして目標物に対してなんか長押しの判定が出るのが速くなったのと、まあその辺はいいんですけど、このカラスが待ってる状態だとサバイバーの板倒しとか回復スピードなどなど、窓越えとかも全部 10% 遅くなる仕様になっております。いや、そっちじゃない。いやー、これ踊り子か、ちょっと相性悪いな。まあ頑張っていくか。ちょっと OK、 たまった。これはね、板割んないと無理だね。まあとりあえずここ板破壊して、で、今回人格&特質は、もう上だけ上だけで瞬間振りで、怒りとか凶暴とかももうマシマシに振ってる感じにしてきました。オッケー、いいよ、いいね。で、この、ジャンプ攻撃、これ日本語訳のね、スキル名が、悲壮みたいな感じの文字で、多分正しい日本語になってるようでなってない気がするんで、悲壮とは一応書いてるんですけど、まあ、ややこしいんで、ジャンプ攻撃って言うわ。ダッシュ攻撃か、ダッシュ攻撃って言うわ。このダッシュ攻撃の一応その硬直時間もかなり短くなっております。さあ、今回タックルされたとしても、怒り3、さらに折り剣も3じゃない、折り剣も振ってるんで、もうタックルも何回でも来てくださいって言われても持ち上げていこうかなと思います。さあ、瞬間とこれカラスがあるんで、もうめちゃめちゃ瞬間移動しまくって、まあ守ろうかなと思ってます。まあただこんだけね、形状に来るサバイバーが近いとね、まああんま使うタイプないんで、まあしっかりとここはキャンプしていきますか。他にもね、強化された点で言うんだったら、一応このなんかジャンプのモーションも最適化も一応されたみたいな話であったんだけど、どうなんだろう、結局どうなんだろう。いや、うまい、それはやばいな、ケボしちゃったな。さあ、タックル来る、あぶね。さあ、見せてくれた、あ、これあるわ、絶対つなげるか。嘘おい、こいつの通常攻撃判定どこ行った。今のあるあるだよね、ワープにもなんかサバイバーにも当たらず判定が消失するように見えるやつ。とりあえずここ割って、まあとりあえずタゲチェンいいかな。このね、ハンターはタゲチェンしてもそんなにまあきつい展開にはならないんで、いつもタゲチェンできるんで、一発与える。で、あそこで治療もらってんな。さあ、とりあえず心理のアイテム使わせることに成功したと考えていきましょう。まあワープ使っていこうか。で、距離詰めていって、もうあと一発で殴れればね、存在感がたまるんですけど、今回傲慢採用しないんで、あ、オッケー、これ殴れたのマジでかい。よし、まあ存在感マックスになったんで、こっからですよ。こっからはまあどんどんチャージスピードが上がるんで、まあそれをうまく活かしていきましょう。さあ、とりあえずここに捕まえて、まあ今回の調整で一番何がでかいかって言われたらやっぱりカラスかな。カラスのね、強化がすごい。とりあえずこっち側に出しといて、まあ自分自身で圧かけながらっていう感じになるかな。さあ、踊り子救助か。あ、いいね、これだったら妻子トンネルしてもいいし、踊り子トンネルしてもいいし、どっち側でもいいわ。ダブルダウンとか取れたらもう最高って感じ。まあ、とりあえず、マーク、いや、これマーク外そう。マーク外して、ゴール。危ねえ。さあ、とりあえず一発殴って、ワープで入っていく。まあ、とりあえず先入るか。で、板倒す。あ、思ったよりこれ近いな。じゃあ、これ今回踊り子にしよう。これつけて、追いつけるんじゃない？オッケー。いや、遅い。遅い、このモーション。どうしようかな。先、ここで先釣ってから、壊してにしようか。さあ、残り3台、まあ、祭司とオフェンスが回してて、残り1台をどうさせようかって感じだな。あそこが上がりきった。まあ、オフェンス救助でしょ。まあ、これね、全員、危機一発使い切ってるんで、まあ、こっからきつくなることはあんまりないはず。さあ、どうしよう。これとりあえず、いや、惜しい、間に合わなかったか。絶妙いいね、この、旋回タックルに厳しい、この方は。まあ、とりあえず殴ってどうしようかな。そこ入っていく。いや、それ、あ、ちょっとオフェンスじゃない。これね、難しいよね、二人と。まあ、これは仕方ないか。とりあえず、どっちでもいいわ。板倒しでもいいし、破壊でもいいし。こっち側にカラス投げて、まあ、誰かしら踏め。オッケー、オフェンス。全然オフェンスでもいい。いや、遅い。これも遅いな。まあ、とりあえず、まあ、追っていくか。ちょっとオフェンスも無理だな。まあ、タゲチェンでも正直全然いいけど、まだ暗号機余裕ありそうだな。まあ、完全にこれ踊り子を追い切るか。さあ、それは無理じゃない。オッケー。電車行く気がした、今なんかその動き。さあ、とりあえず、危ねえ、引かれるかと思った。オフェンスも。うお、強い、なんだその滑り込み。今、いい判定出たな。よし、とりあえずこれで、向こう側にカラス飛ばして、10% の遅延かけて、んで、最後の1台が守りきれればオッケー。どんぐらいだろう、もう8割ぐらいいってるかな。結構回ってそうだよね。まあ、そんなか。大丈夫か。さあ、どれぐらい、あ、まだ大丈夫だね。まだ半分ぐらい。あ、なんかそこにもなんかいるな。
とりあえず一発だけ入れて、いやーなんかこのさ橋みたいななんか よくわからんなんかやつあった。とりあえずここ板割ってるのが良かったな。さあ一撃、あ惜しい。このなんか殴った後のこのモーションが短くなったっぽいんだけど、どうなんだろうね。まあ、そんな体感やっててすごい短くなったかって言われたら怪しい気はする。であとそうだ、あと板気絶食らった時のスタン時間も短くなってます。まあ、それもあんまり、まあ、今回怒り3振ってるってこともあってめちゃめちゃ短い気はするわ。さあとりあえずこれ入って、危ない、入れ替わりになってる。あちょちょちょ、それはまずい。あるある、このマーク消し忘れ問題。とりあえず一発殴って、であそこオフェンスもいる。そんなガン回しする。一応向こう側回させないように投げといて、どうしようかねこれ。まあ、瞬間もこうなって一人削れたらもうこのハンターの、まあ、今回の特質めちゃめちゃ強いんで守りきれる気はする。さあ残り20秒で瞬間できてで瞬間移動本体の方も残り35秒ぐらいで溜まるんで、もう瞬間2回もそろそろ溜まっちゃうからな。これ交代交代でずっと瞬間できるぞ。ちょっとカラスが今ないから、あそこに森林もいて、で離れてる、離れ、オッケーオッケー、離れさせて、ここ板割ったのマジでかい。森林これやれる、オッケー。とりあえずこれでワンダウン取って、であそこ回してるから戻って、さあここももう板1枚しかないよ。そこの板倒しちゃったらもうおしまいなんじゃないの。惜しい。とりあえずここ割って、はいもうこれであとは最初にワープがあと1個あるかな、2個あったらきつい。まあ1個だと信じよう、頼む。さあ1個でやってくれ。あ1個っぽいけど向こう側もなんか回してんな、回してるっていうか回復してる。オッケー、よし、このダウンめちゃめちゃでかい。で瞬間ももう溜まってるから、この瞬間温存しながら残り20秒ぐらいを耐えければいい。いやこれは釣らなくていいわ。オフェンスやろ、多分ここで釣ってしまうと確定球来られてしまうから、オフェンスダウン取って余裕あれば森林に飛んでって感じでいいかな。いける、これは。オッケー、よし、これめちゃくちゃでかい。しかもカラスのおかげで場所分かってるし、これつ、いや、やめろ、釣るのやめて。で祭司が起き上がったから向こう側先回り瞬間して、まあ、本当はカラスでね飛びたかったけど、で向こう側にこの余っていたカラス瞬間移動を置いといて、で祭司ついた。まあ祭司ついたけどまだ余裕ある。これダウン取っても大丈夫、俺これダウン取れたら OK、 めっちゃでかい。であとは祭司のところに瞬間するだけだな。よっしゃ、もうサバイバー自利品でしょ。板もね、ここもうここ2枚ぐらいじゃない、回ってる暗号君ので立て直ししようにももうカラスですぐ飛んでくるし、それをねあんまり立て直ししようしようしてたら全然回復回んないし、もうどう頑張ってもこれサバイバー罪でしょ。いやここの板、いやいいワープがある。さあここは入ってこない。いやーどうしようかな。まあこうなるとまあ普通にダウン取るのが一番いいかな結局この板割らんと無理だな。さあとりあえず上に上がってったやつで心理が起き上がった、なるほどね。さあとりあえず降りていって、あ間違えた、ああ間違えた、間違えたけど、なんだろう、もうちょい降りて遅いタイミングでやればめっちゃ滑っていくんだけどな。これもうあとあの心理だけでしょ。これオフェンスも最初も岸から入ってるから、いやー危ねえ、勝った、すげえ引き分けそうな試合だったけど、なんとかなったわ。よし、やっぱ一人飛ばしたらねマジで強いよこのハンター。後半がやっぱ瞬間移動系って強いよね。前半はちょっときついところがあったとしてもいいですね、ま、やってる中で俺が一番これ強化感じたなっていう瞬間はね、まあやっぱあれかな、カラスだな。もうこれなんか途中にも言った気がするわ。はい、ということでね、今回強化された悪夢使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。